前回の数出そう。長を撃破し防具を手に入れた数倉。そんなわけで次のボスへ挑みに行く。次はウィッチというのがいるらしいんだけども、その前になんか洞窟みたいなとこ行くと、うーわっすね、強えよ洞窟。まあでもそこでアイテムを揃え、ウィッチのところへ。いや本みたいなのがすげえ厄介でさ、ていうかウィッチじゃねえや、なんていうか忘れたボスの名前も。ただなんとかクリアし、ゾンビを召喚できる杖を手に入れてしまった。さて今回のボスどこに行くか。はい、というわけでどうも、カズクラでございます。ということでウィッチだったかな、なんかわからんけど、まあ倒いたんよ。倒いてまた次のボスチャレンジ行こうかなと思っております。次どこ行こう、マジで。ちょっとさ、これってもしかして、うわ、分解できた。うわ、え、ちょっとえ、すげえ。うわ、ダイヤモンドの剣、あ、すごっ。これは、うわ、すごっ。うわ、こういうことができるんだ。逆に言うとこれで作れるってこと、何かわからんか。いや、作れてはないな。おお、なるほど。さあ、なら次のボスよ。震えているだろう。ダイヤモンドの剣を手に入れてしまった私、震えているだろう。というわけでこっちになんかちょっと見えるので、こっちちょっと見てこようかの。なんだかね、この奥にボスっぽいのがいるんですよね。ここ「おらボスでーす!」って言ってるでしょ、これ。完全に「おらボスですよ!」って。あちゃ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 、あれ、あ、デッパ兄さん。あかんとこに近づくと本を持って現れるデッパ兄さんがいると、この物語では伝えられている。お、Not on the fire swamp. Fire is trivial. トレビアン。ほい。なるほど。トレビアンってことね。いや、ヒドラのやつを持ってる限りは、意外といけ、こんなんで、いや、耐久じゃない。ダメだって、こういうのは。どうやら違うようだ。別のところ行ってみるか。なんかね、3つぐらい解放されたよーって。じゃあ解放どこがされてんだーってのは正直あるんだけど、どこ解放されたなーって。うわー、綺麗なハゲウォーターレリー、フーゲ、あ、フーゲか、フーゲ、ハゲ、ハゲに見えた、ハゲって。なんだろうこれ、ハゲに効くのかな。ここまっすぐ行ったところになんかね、マネーもあるし、そっち向かっていこう。これおいっ、このダメなエリアだ。わ、すげえ、進捗になんかいろいろ出てる。 I can see forever and now find exit。 おお、ここっぽいね。 Twilight Ridge、The West Mushroom Stepisay。 Run your gamut with soft fur Ultimate Showdown。 この4つのうちどれかいけるようになったんだ、これ、まあ、どれがどれかわからんけどね。とりあえず今目の前にちょ鉱山があったから、うー、切りつくぜ。おう、おう、イエス。おう、なんだこれ、磁石。オーケー、イエス、ワオ。おお、イエス、ごちそうさまでした。お、やべ、見てこれ、俺マグネット。
これを使うことでなんか吸い寄せてるらしいんだけど、これん吸い寄せてんのかこれ。あ、わ、吸い寄せた。わ、おー、そんなだな。あ、まあまあ吸い寄せてんない。おー、これでジャミーンと、あ、違う色のバチ出てる。紫のとこ見るからに毒々しくてさ、入れなそうだけどね。クモさんの入れる。ボスっぽくないな俺。ここら辺なんだけど、カラフルな。待って、さっきので貼ったぞ。なんかいる予感。うわ、怪しいの発見。危なそうだなこれ。おおおお、待って、ワンワン。ほんね、よし。うわ、すげえ怖い顔になった。こんな怖い顔なんのこれ。野生の顔だこれで。オッケー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 。お、ワンワン、ワン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 、お仲間復活です。なんだあれ。羊？もしかするとこれ羊毛を与えてくっていう生き物かもしれんな。そうだわ、前職の色を分け与えるとみたいな感じの羊がいた気がしたんだけど、こいつだわ多分。こいつ関係ないわ。何を戦いの準備してたんだずっと。ちょっと先の方行こう。あー、こんなにいっぱいなんか作っちゃって。あっちの雪マークついてるとこ行こう。お、ちょいと待っておくれ。もう早速4色ぐらいのカラーあるんだけど、16色か合わせて。ちょっと行くぞ。お、あ、黄色のライン一本だけ入った。こういうことか。だってさ、みんな、おお、見えてきた見えてきた、あれだ、しっかりいそう、ボス。うーわ、いたいたい、イエティだ、イエティ、イエティがいるぜ、イエティが。お、みんな行くか。うわー、よく出た。さあ、天才カズクラはしっかりと相手の弱点を見ながら行く。こっち側にちょっと近いんだ。スポナーの近い方から一気に。うわー、あー、ちょボスかちょ、一旦ワンワン来て。大丈夫お前、めっちゃ尻尾下がってるやん秒で。は、お前も待て、もう一瞬でお前ら。待て、お前は待っててくれ。ん、いて、待て、なんだお前は。びっくりしよう、ちょっと待っててくれ。お前らちょっとお留守番だ、オラがやるからこれ。ワン太郎たち、こっち、おし、ちょっと待っててくれ、行ってくるから。なんだあいつら、めっちゃ口開けてる。めっちゃ口開けてる。わー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 わわ、なんだこの攻撃。お、あいつ出てくるんじゃねえか。待て、チャンスじゃねえ。いけ。うわあ、つえ、チャンスやね。あいて、全然攻撃できねえ。待て、いけ、優秀。うわわわ、怒り出すぞこいつ。
これどうだ、こんでどうだ。無駄だよ。いてまずワンワンはダメ、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 ワンワンはダメ。いけるか、お前たち怒ってるな。あ、聞かねえ。また落ち着け落ち着け、こっちのフィールドに。おらおら、落ち着け落ち着け、いけるぞこれ。落ち回復させてやる。卑怯だと、卑怯でいいよ。おら、うわ、なな、今のだっこない、今のだっこない。まずいまずいまずい、ワン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 、こっち来て。あ、くそー、強くも。なにこの抱っこ、お前よくも。いてて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 、おらおらおら、あいつよくも。おらの仲間。あ、口の中だとダメージが入るんか。おりゃー、あの怒ってる時に口の中にやるとダメージが入りそうな、入らなそうな。おらおら、おい、弱ってんじゃねえぞ、俺勝手に。チラチラチラ、おりゃおりゃ、わお、ガオー。はーい、というわけでこれ3体目討伐完了なり、ガオー。なんか他にもいっぱい手に入れてた。アルファイエティフォーアイスボンブ、わあ、ウパルパみたい、この帽子ぽーい。ウパルパになっちゃった、お父さん、お父さんウパルパになっちゃった。ちょっと待って、あん中何にも、コエティと何にも今戦ってないんだけど、コエティたちよ、ん、攻撃してこない、まさか。あ、おるよ。こいつら、じゃれるだけだ。ちょ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 、邪魔。宝は？ちょ、持つんじゃない、持つんじゃない。やっぱ！はーい、というわけで、とりあえず本日はこんなところで終わりますか。無事、手に入れてしまいました。無事、討伐完了でございます。ただ、この周りにも、エテさんの、あれ？あと、サンイエティいるんだよね、この周辺。サンイエティだから、裏でちょこちょこって倒してしまえばなんとかなるかもね。というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。バイバーイ。